環境適応物質学講座は、ライト科学研究グループのスタッフが担当し、地球温暖化問題の解決に関する材料開発と応用・実用化研究に関する研究・教育を行っています。二酸化炭素の排出量を削減するため、火力発電所、製鉄所等の大規模固定発生源から排出される排気ガス中の二酸化炭素の分離回収、および固定化技術を中心に開発を進めています。当講座の学生は、地球環境問題、特に温暖化問題について、その社会的背景、原因、対策に対する理解を深めるとともに、ライトで実施中の CO2 や H2 の分離回収技術、バイオマス利用技術の開発を通じて、地球環境問題の解決に貢献する物質の科学について学びます。通常は、ライトで実施中の温暖化対策技術プロジェクトを通じて、OJT 教育を行っています。